カンナと女、北王子、魯山人。日暮らしの鳴き声が涼しい。私は私のテーブルの前に座って料理をし、客は私のテーブルの前に座っていた。私は料理をいつも自分で作りつつ食べ、客にも勧める。客は詩人であった。どんな詩を作るのか私は知らぬ。その詩人も見せたことはないし、私も見せてくれと言ったことはない。詩人だか詩人だか私は知らぬ。ともかくも詩人であるということだ。私はビールを飲む。ビールだけ飲む。風呂から上がって、まだ体に湯気が上がっているうちにビールを飲むのはうまいものだ。私の座っている後ろには髪を細く切って、それに全国から集まった材料や名産の名前が書いてある。新しく送られた品はすぐこの細い紙に書き入れられて貼られる。だからそれを見ると今どんなものがあるか、何が品切れかということがすぐにわかるようにしてある。詩人はそれを念入りに読んでいる。詩を読むつもりで読んでいるのかもしれない。この男の詩は知らないが、詩人だって食事はするだろう。いや、非常によくわかるはずだ。鳥や花の心が詩人にはわかるはずだから。私は出来上がった料理にかけるため、かつお節を削る。カンナを使って削る。詩人は目を見張って言う。先生、ずいぶん立派なカンナですね。まるで大工が使うようなカンナですね。これは大工たちが使うカンナの中での一番上等だよ。へえ、もったいないですね。どうしてもったいないのだ。私は不思議そうに詩人を見た。詩人も上等のカンナで鰹節を削る私を不思議そうに見ている。先生、そんな立派なカンナなら何も鰹節をお削りにならなくとも立派に大工道具に使えるではありませんか。大工道具に立派に使えるほどの上等だから鰹節が削れるんだよ。しばらく私の手元を見ていた詩人はつくづくと言った。先生の料理が美味しいのは先生が贅沢をしているからですよ。きっとそうですよ。やっぱり料理は金をかけないとダメですね。私は黙って鰹節をかき終わると一杯ビールを飲み干して喋り出していた。およそ反対だね、君の言うことは。詩人には金の値打ちはわからんと見える。私はかき上げた鰹節を詩人に見せた。鰹節は薄い薄い岩皮のように、湯上がりの乙女の肌のように。やあ、きれいだな。芸術品ですね、先生。そうだ、料理は芸術だよ。私は豪遂だ。鰹節を買うときはどうだ。いや、こっちの方が大きくて安いだとか、同じ値段ならこっちがいいとか、それこそ大騒動をして買うくせに、それをさて使う段になるとどうだ。まるで金を捨てているようなものだ。鰹節は削れば減ってなくなる。だが
カンナは一度買えば一生は使えるものだ。薄く、薄く、このように書いてごらん。出汁を出すにも、ほんのちょっぴりつまんで入れれば、おいしい出汁が出る。物に振りかけてもおいしいし、美しい。カンナは買うときは少々高くとも、一生使えるし、便利だ。こんなカンナで、鰹節を削って使ってごらん。変な鰹かきで書いて使う何倍もおいしくて、美しくて、経済的だ。せっかくの高い鰹節を買うときは、大騒動して、さてそれを本当に粗末に、もったいないような使い方をしている人がある。贅沢に、しかも鰹節の本当の味を出さずに、使ううちに、いいカンナで書いて使えば、5本使うところが1本で済む。その方が、どれだけ経済的だかわからん。詩人は感心して聞いていた。でも先生、カンナを上手に使うのは難しいでしょうね。変な安物の鰹かきで汗をかいて、鰹節をゴシゴシ削って、木くずや砂のような削り方をするより、上等のカンナで書く方がどれだけ楽だか知れないよ。そうですかね。先生、女もカンナと同じですね。どうして？いい女房をもらっておけば、一生味が良くて経済的ですね。はは。なるほど、落語のオチだな。女とカンナと似ているね。私はビールを飲んだ。詩人はウイスキーを舐めつつ、女とカンナと歌うように言った。さぞこの詩人は今度女とカンナという詩を作るつもりだろう。